今回はあれですよ、悪いこと書いちゃダメね。この動画のコメント欄に変なこととか僕の士気が下がるようなことは一切書かないでください。人間生きていたら絶対起伏の上がり下がりはあります。その下がっている時に追い打ちをするようにいろいろ書かれると今回僕落ち込みますので、お願いしますよ。これの今後のゴミラジオのね、動画アップ頻度も変わってくるかもしれないので、たまにあるんですよ。たまにというか、うん、そうか、たまにかな、というので、今回の話なんですけどもね、真夏のショーフェスというね、魔石芸能者の、まあ、ライブがつい昨日ありまして、12時またいでちょっとしか経っていないので、もうほぼ今日、体感としては今日ですけどね。でその昨日あって今日がキングオブコントの2回戦なわけですよ。で今日キングオブコント2回戦のネタを、昨日真夏のショーフェスっていう、上野にある、野外の1000人ぐらいキャパのイベントブースで毎年やってて、割と呼んでいただいているんですよ。でそんな中でもね、いろんな芸人さんが出てめちゃくちゃ受けてる人がいたりとかね、やっぱこう来てる人はもうちゃんとそこを裏切らないだけのお客さんの受け方とかね、ありつつ、でそのキングオブコントやるネタをね、ちょっと漫才にしてやったんですけども、めちゃくちゃ滑ったんすよ。めちゃくちゃ滑ってさ、どうしようかなと思っている最中で、で夜中なんです今ね、動画撮ってんのが。だから俺誰かと話したいなっていう、人と話して心を落ち着けたいなという自分がいたんですよね。あるじゃないですか、自分がちょっと落ち込んでる時に、あ、このままと家帰れないな、誰かと喋った方がいいなとかね、まあできるんだったら朝方まで誰かと飲みに行きたかった、そんな気持ちもあるけど、やっぱこういう時期だからね、そういうのもできないし、店も開いてる店もほぼないでしょ。だからどうしようかなとか思って YouTube とかね、まあ知り合いの芸人さんのやってる YouTube とか見たりとかいろいろしてたですけど、なんか気持ちがこう上がらないというかね、どうしようかなと思って、野外で受けてないネタを屋内で受けることはまああるんですけども、どうしよっかな、やろうか、だからこれ、ね、ピンチなんですよね。全く違うネタやるか、まあだからその違うネタやるパターンもあるんだけど、その違うネタは別に昨日やってないからわかんないじゃないですか、受けるか。でも前やって受けたやつやったらいいじゃないかと思うかもしれないじゃないですか。でも昨日のネタ別に受けてきたから、大きな舞台でもちょっと様子見たいな、野外系、野外に強いタイプのネタではないのは元から知ってたよ、知ってたんだけど、やっぱちゃんと滑ったりとかするのを体感するとやっぱ落ち込むし、大丈夫かなっていうのをね、この動画じゃ一体何なんだと。だから本当は深夜に誰かに電話かけて喋りたかったんだけど、喋るこの夜中だから相手がいないから、こうもうゴミラジオのリスナーに向けてね、喋ってるっていうだけの配信ですよこれ。だからピンチでこれね、なんか落ち着かない時は声に出して言葉に出して喋らないとどうしようもない時ありますけども、まさに今がそういうので、どうしよっかな。でも2回戦受けるような気がするんだけど、もちろんね、受けたから受からないもあるよ、受けても受からないもあるんだよね。どうしよっかな。今頭の中に候補がこの、まあ、真夏のフェス、ショーフェスやったやつ1個と、もう1個と、もう1個。ちょっと今、
3つかな、3つで補欠1個があって、どうしようかなって並んで、まあ多分この3つのうちのどれかになるのかな、うんと思っているんですけども、これ難しいな。で配信あるでしょ、配信も有料だから、まあ、買ってる人買ってない人がいるので、準々決勝の見に来てる現場のお客様が、あの2回戦チケット買って配信で見てネタバレ知ってたらまずいなとか、いろんないらんこと考えるけど、まず俺はまず前の日滑ってるんだと、滑ってるやつが手加減して2回戦ゆとりを持って準々狙おうっていうのはそもそも甘いのは分かっているんだよ。でも昨日のは別に手抜いたつもりでもないからなっていうのがあるので、これどうしよっかなと思ってて、な、まいったな。これがもうだからちょっとね落ち着かなくてね、これどうしよっかなっていうね。まあ本当だったらねツイキャスとかしてここにねコメント流れてくるみたいな感じにねして、それと喋ろうかなとも思ったんだけど、意地の悪い人が来てなんか腐すような言葉を書かれてちょっと落ち込むみたいなのあったら嫌だし、前回去年あったのよ、去年がキングオブコント直前で、そんな感じだったら受かんないですよみたいのね断言されて2回戦参戦して順々に行って上がったからすぐツイキャスやったらそいつは来なかったっていうね。だからあるんだよね、このメンタルの弱い時に強く出て、弱っている芸人を踏みつけることを喜ぶこのネット民がね。だから今回はね一方的にこの動画を発してコメントもあんまりね、いや別に極端に優しくなくてもいいですよ、普通のこと書いたらいいけど、なんかねネット民はね人にもよりますけども、なんかちょっと強く書いて俺言えるぞとか、俺はこういう言い方できるぞみたいのを やたらとね誇示してくる人がいるんで、それこの動画なしでお願いします今回はね。まあいろんな動画は僕出しておりますけども、まあねいろんな意見書かれる時もありますよ、まあこれはつまんないとか面白いとか、まあ今回別に面白いこと喋ってるわけじゃないですから、面白いつまんないという話ではなく、単純に悩みもね、一応僕は生活の中に新達のゴミラジオというものを溶け込ましながら生活をしているので、こういうところもねちょっと配信しようかなと、だから分かんない、まだどれやるかちょっと考えて、単純にどれやりたいのってなった時は、まあこの滑り倒した昨日のマート翔平さんのネタやりたいかなとは思っているんですよね。どうしよっかなとは思うんだよな。まあ今ね僕の日が結構有名な人も多くて、霜降り明星とか、あと誰、劇団カモメンタルもいたか、カモメンタルが劇団カモメンタルで劇団で公演をやっているので、だからカモメンタルの2人組でないパターン、複数人でもっと多くの数で多分参戦してるんですよ今回また企画を変えて。でカモメンタルやっては M1 グランプリも出るっていうことで、また賞レースの参戦の仕方の表現も変えながらっていう感じで、ちょっと面白そうだなとかね、まあそうでなくてもね、いろんな芸人さんも出てますからね、特に今年はちょっと2回戦からのレベルは高いかもしれないですね、そういうので言ったら。なので余裕はない、余裕がないからこそどのネタだっていうのもちょっとあって、いやちょっと分からんわ。大塚だっけ、大塚の劇場に限りなく近いキャパシティの劇場で前の日ネタかけとけばよかったなっていうのはあるけど、どうしよっか、2分でしょ2分。まあね、まあこんな言いながらね、俺だからいつも一人でこうやって家でブツ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 言ってるわけですよ。これが大手事務所のね先輩後輩の
関係性が強かったらね、こう先輩にかけて、そしたら、兄さん聞いてくださいよみたいなのもいけるんでしょうけど、俺先輩付き合いしてこなかったもんだからさ、まさかさ、こう、ただ動画に流すだけの形になると思いませんけども、思いませんでしたのでね。ちょっと自分でこうやって声出して喋ることによって何か、答えが見える時もあると思うので、ちょっと今、その、動画を撮ることによって、自分で喋って耳で聞くことによって、あ、こっちの方がいいかなって思えれたらいいなと思ってるんですけど、未だにわからず。まあわかんないよね、でもな。やっぱネタが受けないと落ち込むな。いや、めっちゃ受けてた山田のショーフェスとか。まあ受けてる人、受けてない人、いたとは思いますけど。まあ大河でも出てる人はみんな面白い。あれやめですよ。私見に来ましたけど、バカヨさんだけ一番滑ってましたねとか、書くなよ、絶対。お前やめろよ、そんなの。書くなよ、絶対。まあ、なんだったら見てない人が書くパターンもあるからね、本当に。そういうのは本当に、本当に本当にですからね。まあ、皆さんもね、まあ、これが何人の方に見てもらえるかちょっとわかりませんが、ちょっと、まあ、できるだけのところは、頑張ってみたいとは思いますので、結局、こう喋ってみたので、結局一人で喋ってみたもののちょっと答えにはたどり着けなかったということでね、まあ受けたらいいなって、ただどのネタにしようかなっていうのがまだ分かんないな。だからその手堅く言っとこうかなのネタが真夏の照明で滑ってやつだったから、あれと思って、いやハマんないと思って、鼻からハマんないと思ったけど、はまんないにしても、もうちょっと受けてもいいんじゃないかなってなって思ってるんだけどね。まあ一応ボイスレコーダー撮ったんですよ。自分のネタだけね。あのネタやってる最中ここに忍ばして、ネタ終わったらこうビってやって、まあ持ち時間4分だから、まあそこから半分ぐらい切らないといけないんで、まあ切る作業もやんないといけないんですけど。でね、結局怖くて聞けてないんですよ。ボイスレコーダー。あ、受けなかったなっていう、その受けなかったなっていう、芸人のね、受けなかったってちょっとトラウマになりかけですよ。うわ、受けなかったって早く忘れたいっていうのに、一応次の日ね、キングオブコントだから確認しないといけないでしょ。だからセリフとかも省略しないですよ。だから明日もバスンって切ったのをもう持ってて、その場で練習してすぐ 2,3 回練習したらもう本番っていう、まあ去年のパターンですよね、これ。だからどこが受けてたって、でも多分昨日受けてた場所を残して今日参戦とかではなくて、今日受けそうなところを残さないといけないから、じゃあそれをどうするんだっていうところで、あと経験とあと勘ですよね。僕はまあもう嫌い好きなのが多いんですけどね、まあ気楽に参戦しようかなっていう、とりあえず受けたいっすね、笑いを取りたいっす。もちろん受けて落ちても悔しいっすけど、何かはね、残さないと。受けないで合格も複雑ですけど、この、受けて落ちるのと受けないで合格、これどっちが嬉しいのかな。受けて合格が、それは一番嬉しいんだけどね。これ難しいところでね。やっぱ合格なのかな、とかね。でもこれ難しいよね、賞レースってね。よく受けないで合格する人ってたまにいるじゃないですか。で、受けないで合格で、受けなかった時点で一回芸人のね、心一回へし折られてるわけですよ。それで勝ち上がった時に、その次の戦でも、大体あまり受けないんですよ。なぜなら一回折られてるから、俺なんかもう、一個上のさらに難しい階級で戦っても勝てないんじゃないかと、ちょっと思いながら参戦してる自分がいたりする時もあるからね。だからそれたまにさ、去年とかでさ、M1 グランプリさ、一回戦落ちて、追加で受かって、二回戦参戦して、2回戦合格して準々、1回戦で1回落ちてから準々まで行ってる人のメンタルの強さね。まあメンタルは決して強くないんだろうけど、その勝ち上がり方ね。例えばシンクロニシティとかもそうだったか。もっと昔で言えば、いたよね、なんかそんなのもね。あれもあったか。クラゲとかも1回戦で落ちてから次が準決勝前だったっけ。よーいけたね。多分まあいいネタができたとかそうなのかもしれないけどね。そういうパターンあるよね。多分その一回落ちて、だから再なんだろうな。
なんだろう、一回落ちてもう一回参戦、一回戦受け直すっていう形でそれで勝ち上がる人もいるでしょ。あれよくメンタル持つなって思うもんね。あれはすごいな。もう完全に一回折られてんだよ。でも次で受けたら確かに持ち直しはするけどね。もう賞レースが一回一回が命削られるからね。逆に言ったら芸人人生で多分賞レースほど自分頭を抱えたりとか一回一回ドキドキしながら受けることな、まあないんじゃない。受けたらめちゃくちゃ有頂天になるしね。受けて受かったりとかしたらね。で受けなかった、うわもうおしまいだっていうさ、生きた心地がしない、生きた心地がしないっていう感情は生きた心地するから、まあ結局刺激になってね、また賞レース出ちゃうみたいなのもあって、周りの笑いのファンはやっぱ賞レース好きだから出ないんですか、出て頑張ってくださいとか、出なくなったら出なくなった人にそういうことを言われたりして、出たら出たでもっと勝ち上がってから決勝行ってくださいっていうプレッシャーもすごいのよ本当に。まあね、そんななんだかんだ言ってもね、僕の気持ちはね、おさまら本当ね、俺このままね 3,4 時間喋ってもいいぐらいですけどね、一人でこんなブツブツ。俺多分ね、これ動画をこれ止めても俺まだずーっとブツブツ言ってる可能性あるんだよ。これ一応動画用に喋ってるわけじゃなくて、もう誰かに聞いてもらわないともう始まんないのかなとか、もうこんだけ一人でブツブツ言ってんだったら、もうアップしてやろう。僕の集大を晒してやろうかなっていうので、ちょっと今回撮ってみて、直前のね。で、メンタル今弱ってるから、生配信はできなかったね。 YouTube がツイキャスで生配信してこれの話をしようかなと思ったんだけど、やっぱそれだけのメンタルはないわ。変な、俺意外とアンチついてるから、人気ないくせに、だからそのアンチの 2,3 人の大した文脈の構成の大したことないので、俺打ちのめされる可能性あるから、ビビって今回はもう動画にしましたよ。もうそこも正直に話してんだから、そこは寛容であってくれよ本当に。もうどうしよっかな。なんか今からもドキドキしてきたわ。だからね、なんじゃ3時か4時ぐらい、夕方前ぐらいなのよね、入りが確か。もう一回まあ確認しますけどね。で、それだと落ち着かない。一回、ライブでもどっか見に行こうかなと思ってて、昼になんか新宿橋あたりで大喜利ライブがあるらしいんだよね。その、告知、最近の告知文が、今んとこ予約ゼロですって書かれてたんで、もう俺一人でお客さんで見に行こうかなとか思って、一回心をなんか落ち着けて、まあ言っても僕お笑い好きなんで、出るのも好きですけど見るのも好きなので、見ると傷つかないじゃないですか、自分出てないから。だから人の受けたのとか滑ったのを見て心を落ち着かせて、ああやっぱお笑いっていいもんだなっていう客観的な目で見て、一回劇場出て、あそっか、こういうお笑いに僕は今出てんだって感謝しながら、大塚の劇場に行ったら若干気持ちも上がるんじゃないかなって思う、このね、今日のプランをね考えていたんですけど、もはやどうしよう、だから落ち着かなくてさ、どうしよっかなと思ってて、まいったね。皆さんどうしてんのかな。だってもうもはやだってね、どのネタが多分もう9時みたいになって、この設定の方が今日の大塚の劇場でハマりやすかったとか、そんな感じなんじゃないか。どれが強いとかももはや分かんないんだよな。これ横並びな気がするなと思うんだけど、昨日滑ってただけにそれがひょっとしたら一番つまんないのかと思うけど、そんな別に肩肘張ってるわけじゃないけど、皆さんちょっとね、まあいろいろ、あれあんまコメント、まあ書いてください、気楽にね。あんま悪いこと書かないよね。まあ僕もね、今ここで動画で喋ってんのも、自分の気持ちが落ち着かないからこう喋ってるだけであり、まあこれといったね、具体案などはね、喋りようがないので、なんとなく喋ってるだけなのでね、まあコメント書く方もね、なんとなく、まあ、キングオブコント頑張ってねとか、今年はこういった別の情報書いてくれたりとかね、あの人受けてましたよとか、もう俺に触れないでください。もうなんだったら。落ち着かないなぁ。ていうか、だから今日キングオブコント、だから落ち着かないわけじゃないですよ。昨日ライブ滑ってるから落ち着かないですよね。
あんなウケないかってマジかと思ってやるよ。やった昔今さコロナもありつつしさちょっと他のこともやったりとかで、まあ、YouTube とかもあるからさライブ数とかも減ってきたけどさ昔さ月30本ぐらい出てた時代なんかさめちゃくちゃ落ち込んだけどその2、3時間後に次のライブ入ってたりするからこの手数打ってるからいちいち1本のライブで落ち込んだりする暇がないのね。だからすぐ次やるからあこれは受けたでもあれは受けなかったでまたその次のライブであこれは受けた受けなかったあまた受けなかったとか言ってごっちゃになるから最終的に大丈夫だったのかなと思うけどまあ数多くても落ち込んでる時は落ち込んでたか。こんなことをね思いながら芸人はね日々お笑いライブに出ているっていうことを皆さん肝に銘じてね応援してくださいよ。本当に結構ね見慣れてるお客さんとかだとねちょっとねマウント取りながらね芸人さんに話しかける人とかもいますからそれ良くないですよ。もう芸人がもう重々承知してますから受けなかった時は受けなかったでそれでも現実逃避したいぐらいな気持ちはある中こう向き合って現実を見つめてこう取り組まないといけないっていうのがさこの芸人のこの慣れの果てというかねところなんでねまあこんなもんにしとくか。あんまりブツブツあんまりってか もう結構喋ってるか。まあまあピンチだなっていうだけの話ね。キングオブコントはピンチだなっつってキングオブコントがピンチなのかな、分からんけど我々のショーフェスだからもっとお客さん喜ばしたかったな。だからこれ逆にねじゃあすごい受けたらいいのかってこれまた違う。野外で営業チックなネタだったんじゃないかっていうところでまた反省する点が出てくるしね。まあ昨日はすごくコントとしてすごくコントとか漫才として面白いのもあれば多分野外として受けやすいのを持ってきたと人もいるんだよね。だからそこら辺のいろんな兼ね合いもあるよね。だから昨日のライブのお客さんを本当に喜ばせようとしたネタかって言ったらそもそもそのネタを選んでないっていう僕のマイナス面から始まってせめてそういうネタをやってんだったらある程度喜んでもらえてないとバランス悪いなと思ったらやっぱり喜んでもらえなかったってところでちょっと落ち込んでる。やっぱ自分に返ってきますね。悪いことした悪いことっていうかあれですけどねちょっと悪いことしちゃったのかもしれない。もうちょっとね次もし呼ばれることがあればもうちょっとそこら辺のところも配慮しながらいっぱいのねせっかく夏のお祭りですからね、まあ、キングオブコント M1 もねマリケンさんお祭りなんていいことはあれはすごく聞いてて心地いいですね。まあお祭りですからって芸人としたら生き死にかかったりとかさぐらいのもう過酷な状態でさ出るわけじゃん。 M1 なんかもさ最初から盛り上がって1回戦も盛り上がったりするさ、まあ、去年は無観客だったけどで出てってもう震えながらネタやりながらでもお客さんの感度がいいから面白いこと言ったらバーンって受けたりするそんな楽しいライブだけどみんな裏ではもう凍えるかのように温度こそ気温こそ高いけど凍えるかのように待ってるからねみんなね。でネタなんか飛んだりとかしてねお互いのせいにしちゃったりとかするアマチュアの方がいたりとかもうアマチュアに限らないプロだって飛ぶときは飛ぶんだからね。プロは飛んだときにもう次の行に進むっていうだけだからアマチュアは飛んだときにどうしてもその行を思い出したいから止まってしまうっていうその差ぐらいなもんでねアマチュアとプロの差ってほとんどあんまないですからね。そんなのも考えたらキングオブコントも大学行ってる間に気づいたら M1 グランプリも始まるだろうかね。俺ねハリケーンさんのねいやお祭りですからねっていう言葉好きなんだよね。あとお笑いドスケベね毎回皆さんお笑いドスケベですねっていうのも大好きですね。今回は MC 誰なんだろう。キングオブコントとか R1 だと MC 当日まであんま誰だかも分かんないけどなんか M1 グランプリだとかさなんか同じ人が結構やってるイメージがして、レギュラーさんでしょ、ハリケーンズさんでしょ、だからもう一組ぐらいいたかなっていう感じが結構パパパパってね MC 入っていくイメージあるんですけどね。あのもうもはや M1 グランプリに至ってはハリケーンズさんの MC というか顔を見たいぐらいになっちゃったね。まあ、他のね今の第7世代を追っかけている若い女性などはねハリケーンズさんの MC をどう見ているのかとかもねちょっと気になりますけどね。まあそんなに気にしてないのかな、まあ、面白いおじさん出てきたなってなってるのかな。
でも全くね、普段テレビで出てないけど、やけに喋るのうまいけど、テレビで全然出てない。この人はどういう人なのかなとか思いながら見てる人もいるのかな。いやー、緊張するわ。真夏の小説も緊張したけど、キングオブコント。キングオブコントの方がやっぱりね、キャパは少ないんでね、少ないって狭いね、会場が狭いんで、まあ、そういう意味では、リラックスしてできるかなとは思いますけど、いつもの舞台とあまり変わらない状態で、ただちょっといつもより緊張感と、すごく受けた場合は、もう一個上の回線に進めるっていうルールこそありますけどね。どうしよっかな。まあまあまあ、ちょっとまだわからないんでね。もうちょっと、これ考えてもしょうがねえもんな。そうか、でもセリフ省略しないとな。セリフ一回短くして、それでも一回悩むんだったら、わけは、ね、無駄な悩みですけどね。俺悩むってあんま好きじゃないんだよな。これ違う、無駄でしょ、だって。どうしよっかな、どうしよっかな、って。どうしよっかな、じゃなくて、どうにかしろ、動けって話だからね。でも人間で不便なもんでね、ちょっと傷つくとぐち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 言ったりとかして、別に解決に向かうわけでもないのにいろいろ喋ったりしてしまう衝動に駆られる時ありますからね、まさに今ですからね、本当に。申し訳ない。まあ、鬱陶しく感じた方は申し訳ないですけど、まあこんな日もあるという。まあ基本的に僕が、ネタをやって受けなかった時の心情、毎回この感じです。っていうだけね、お伝えして終わりたいと思います。以上、新達美のゴミラジオでした。ありがとうございました。